5分でわかるスクフェス2。前回まではライブの遊び方をご紹介してきました。今回はストーリーにフォーカスしていきます。スクフェス2の主なストーリー機能はなんと3種類。順番に見ていきましょう。まずはイベントストーリーから。ホーム画面のストーリーをタップします。グループごとにストーリーが分かれています。まずはグループを選択しましょう。タイトルとあらすじが表示されているので見たいタイトルを選択して再生。ストーリーが始まりました。取材の約束をした新聞部の記者さんですか？よかった。他の学校の新聞部の記者さんが来るって聞いてたけど、誰がそうなのか分かんなくて。あ、会話を聞き逃しちゃった。というあなたも大丈夫。右上のメニュータブからログを選択すると、これまで交わした言葉の履歴が見られますよ。スピーカーボタンから音声も繰り返し聞けちゃいます。あなたの好きなペースでストーリーを楽しんでくださいね。よかった、他の学校の新聞部の記者さんが来るって聞いてたけど、誰がそうなのか分かんなくて。続いてスクールアイドルの日常をご紹介します。こちらはスクフェス2から新しく登場したコンテンツ。スクールアイドルたちの何気ない日々を映したオリジナルムービーを見ることができます。先ほどと同様にホーム画面のストーリーとグループを選択したら、右側のタブ、スクールアイドルの日常をタップ。見たいストーリーを選択するとムービーが始まります。こちらは2分弱のショートムービーなので隙間時間に楽しめちゃいますよ。穏やかな日常の風景に癒されてくださいね。はい、エリちゃん。あら。最後にチャットのご紹介です。こちらもスクフェス2から新登場したコンテンツなんです。ホーム画面からチャットを選択すると、なんと各メンバーからメッセージが届いています。早速開いてみましょう。このようにメンバーとあなたでメッセージのやり取りができちゃいます。夢のようですね。チャットには今ご紹介した個人チャットとグループチャットの2種類があります。グループチャットではメンバー同士の楽しいやり取りが見られますよ。またあなたのお誕生日に来るチャットやお誕生日部員をゲットすることで読める特別なチャットもあります。ぜひメンバーたちとの交流を楽しんでくださいね。さてここまでストーリーをご紹介してきましたが、いかがでしたか？ストーリーの内容はぜひあなたの目でチェックしてくださいね。またライブのプレイ回数などに応じて解放されるストーリーもあるので、ライブプレイも引き続き頑張りましょう。これからもスクフェス2ライフを一緒に楽しみましょうね。それではバイバーイ。Thank you.